どうもこんにちは。今回の電気商品ニュースは、中国 BYD の2022年投資でのグローバル販売台数が速報され、テスラを超えて世界最大の電気商社メーカーに成長したことが証明された一方、いよいよ2023年については日本の日産超えを達成するために中国国内を飛び出してグローバルで一気に販売を加速。テスラの2022年投資でのグローバル販売台数が速報され、既に日本のスバルやマツダといった自動車メーカーの販売台数を超える快挙を達成した一方で、市場予測を下回るパフォーマンスに賛否が分かれる2023年における見通しを徹底考察の2つとなっています。まず1つ目のニュースに関してですが、中国 BYD の2022年投資でのグローバル販売台数が速報され、テスラを超えて世界最大の電気商社メーカーに成長したことが証明されました。まず今回の中国 BYD に関して最も特筆する日は、ついに2022年の3月以降からは内燃機関車の販売を完全に終了し、中国市場をはじめとして世界的な潮流である完全な電気商車、もしくはプラグインハイブリッド車という次世代環境車両の販売のみの選択と集中作戦を実行してきたということであり、その一方で現在電気商車を生産することについて最もコストのかさむバッテリーをはじめとして、その供給量だったり原価の高騰の問題から、既存の自動車メーカー各社が揃って思うような量産体制を構築することができていない状況よって、すでに2003年から自動車ビジネスを展開しているいわゆる既存メーカーとして、電気自動車一本足した方が本当に通用するのかに大きな注目が集まっていたという背景があったのです。そしてそのような背景において、今回新たに明らかになってきたことというのが、その BYD の最直近である12月の販売台数および2022年投資での販売台数の速報値であり、まずはじめに2022年投資でのグローバル全体の販売台数に関してですが、ズバリ1,868,543台という販売台数を達成。この数値というのは COVID-19 による影響を受ける前の2019年における自動車メーカーの販売台数ランキングにおいて、なんとドイツ BMW に続くレベルの販売台数を達成。この BMW より上の自動車メーカーのメンツを見ていただければ、いよいよ中国 BYD が中国の一自動車メーカーなどという立場ではなく、世界的な自動車メーカーであるということが販売実績からも証明されたということなのです。他方で BYD については2022年の3月までは通常の内燃機関車の販売を続けていたわけですので、それを抜いた完全な電気自動車と PHEV の販売台数の合計というのが、つまり1,863,494台と、つまり2022年で発売したほぼ全ての車両は結局のところ電気自動車であったということになるわけですから、逆に電気自動車のみでこれほどの販売台数を達成したということだけでも BYD は称賛に値すると感じます。またその最直近である12月号の EV 販売台数に関してですが、こちらはズバリ23万5000台オーバーと歴史上最高の販売台数を記録しながら、前年同月と比較しても倍以上の成長率を達成。この2022年の月間販売台数を示す紫のグラフを追っていただければ、旧正月によって生産ラインが停止する2月号を除いて毎月販売台数を伸ばし続けることに成功した。2022年はずっと成長し続けることにも成功したということなのです。というのも、この2022年というのは4月から5月にかけて上海のロックダウン、さらには12月中にもコロナノーガード戦法への方針転換による経済停滞という大きなダブルパンチによって、特に中国国内の販売台数で競合各社が苦戦を強いられた1年だったわけですが、この BYD に関してはその影響を受けてもなお毎月販売台数を伸ばすことに成功している状況。こちらは何といっても中国全土に生産拠点を有していることによって、うまくサプライチェーンを分散化しているということ、また調達の最大のリスクともなっている EV 生産の要であるバッテリーを全て自社内で完全内製していることによって、サプライチェーンの混乱の影響を最小化することができているということ、これらの BYD の強みが合わさって2022年の販売減少に直結するダブルパンチをしのぐことができたということなのです。ただしその直近の12月号については、すでに BYD がアナウンスしていた販売台数予測の数値だったズバリ月間28万台を大きく下回ってしまったという点も重要であり、こちらはすでに BYD 幹部がインタビュー内で説明していた通り、 COVID-19 の感染爆発が中国全土に波及してしまっていることによって、そもそも工場の従業員が大量に感染、12月の中旬頃から毎日最低でも2000台の車両生産に影響が出てしまっていたと説明。したがって当初の目標を下回る月間23万5000台程度にとどまってしまった。
ということなのです。それではこの BYD の販売台数というのが中国市場で展開しているトヨタやホンダ、日産などと比較してどれほどの販売台数であるのかを一気に比較していきたいと思いますが、こちらが中国市場で販売された電気商社を含む全ての車両の販売台数の変遷を示したグラフとなっており、まだ BYD 以外の中国市場における主要プレイヤーの販売台数が発表されていないものの、オレンジの BYD についてはこの数年で一気に販売台数を増加させていることが分かる一方で、トヨタについてはなんとか販売台数を死守することができているように見えながら、フォルクスワーゲンは一時期の中国国内の絶対王者の影を潜めてしまっている状況。なんといってもホンダと日産についてはすでに前年と比較しても半減近いレベルにまでその販売台数を落としてしまっている。何よりも BYD は電気自動車のみしか販売していない一方、既存メーカーが揃って電気自動車の販売で遅れを取ってしまっているということが今あって、この BYD と主要メーカーの販売台数のコントラストがより浮き彫りとなっているということなのです。2つ目のニュースに関してですが、テスラの2022年投資でのグローバル販売台数が速報され、すでに日本のマツダやスバルといった自動車メーカーの販売台数を超える快挙を達成しました。まず今回のテスラについて最も重要なポイントというのが、これまで世界で最も完全な電気自動車、いわゆるバッテリー EV を発売することに成功していたバッテリー EV のリーディングカンパニーであったという点であり、そして2020年以降についてはしばらくの間は年間 1.5 倍の成長率で販売台数を増加させることができるとしていましたので、果たしてそのテスラの豪語していた成長率をいつまで持続させることができるのかに大きな注目が集まっていたということなのです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、そのテスラの2022年第4四半期の販売台数、そして2022年投資での販売台数が速報されたということで、まずはじめに第4四半期の販売台数に関してですが、ズバリ40万台オーバーという販売台数を達成しながら、そのほとんどをモデル3とモデル Y で占めるというこれまでのトレンドと同じような販売構成比率、そして2022年トータルでの販売台数に関してですが、ズバリ13,851台という、もちろん歴史上最高の販売台数を更新することに成功しました。しかしながら今回の販売台数に関して懸念するべき点がいくつか存在するということで、まずその販売台数自体については前年である2021年と比較して概ね 140% もの成長率、つまりテスラがこれまで豪語していた年率 150% 程度での成長という目標値に達することができなかったのです。さらにその生産台数を見てみると、特に第4四半期に関しては44万台近い生産台数を達成することができたわけですが、その販売台数と比較してみるとズバリ3万5000台ほどの差ができてしまっている。まさにこの差というのは年末に生産した車両を現在海外に向けて出荷中の車両、そしてそれ以上に年内までに買い手が見つからずに在庫車となってしまっている車両の合計であるということなのです。しかもその第4四半期の販売台数の内訳で気になるのがモデル S とモデル X の販売台数となっていて、第3四半期と比較してもやや販売台数が落ち込んでしまっている。おそらくですがちょうどモデル S と X については欧州において納車がスタートしていたことから、年末に生産した分を欧州へ出荷中である分、および欧州市場向けの生産による生産ラインの変更などの影響などが考えられると思いますが、なんといってもテスラが既に表明している年間生産キャパシティの10万台という数値には現状どう考えても届いているようには見えない。しかも確かに一時期はモデル X なんかですとアメリカ国内でも納車に1年以上待ちという状況があったわけですが、現在一部グレードを除いて 2,3 ヶ月で納車可能ということから、果たしてテスラがなぜモデル S と X の販売台数が思ったよりも伸びてこないのか、需要の低下の可能性も捨てきれないということなのです。そしてこの大きく3つの懸念に関してやはり最も警戒するべきは2つ目の在庫車両が増加している可能性であり、こちらに関してはすでにトロイ・テスライク氏をはじめとする複数のアナリストが指摘しているわけですが、まず間違いなく中国上海工場で生産されたモデル3とモデル Y の在庫がはけていないことを示唆、したがってすでに上海工場については2022年末において操業初となる生産ラインを停止済み、しかも1月の中旬から2週間程度のさらなる生産停止を計画している模様。いずれにしても現在最大需要の中国国内においてバックオーダーが完全なゼロ、しかも経済が停滞しているということを加味すれば上海工場の稼働率がかなり厳しい状況である
ということなのです。それではこのバッテリー EV のリーディングカンパニーであるテスラと中国 BYD の販売レースがどれほどだったのかを詳細に比較していきたいと思いますが、まずこちらが BYD とテスラの電気商社のグローバルにおける四半期別の販売台数の比較であり、紫で示されたテスラの販売台数についてはすでに2022年第2四半期以降 BYD の驚異的な販売台数の増加によってすでに倍近い差にまで広がってしまった。そして2022年に関してはついに史上初めて年間 EV 販売台数という観点で正真正銘中国 BYD がテスラを上回った、まさに歴史的な転換点を迎えたということなのです。その一方でこの BYD の販売台数に関してはあくまでも水色で示されているプラグインハイブリッド車が含まれてしまっているために、そのバッテリー EV のみに絞った販売台数を比較してみると、この通り水色のテスラが直前の第4四半期においても未だにリードを保っている状況、したがってバッテリー EV のみという観点で言えばまだテスラの方が販売台数が多いということになります。しかしながら最も重要な観点というのがそのバッテリー EV の販売台数に関する四半期別の販売増加率という観点であり、2020年以降の販売台数の増加比率を平均してみると、このグラフの通りテスラはおおむね比例関係的な伸び率を達成しているのですが、 BYD に関してはテスラをしのぐまさに指数関数的な伸び率を達成していることが確認可能。実践問題として2022年第4四半期についてはすでにバッテリー EV という観点でもテスラと BYD の販売台数は肉薄しているわけですので、この BYD の伸びが持続すればおそらく2023年のどこかのタイミングでついにバッテリー EV というカテゴリーにおいても中国 BYD がテスラ超えを果たしてくるのではないかということなのです。ただしテスラに対しては個人的にそこまで悲観的な見方を採用していないということで、テスラについては2023年中にもアメリカ国内で相当の予約注文台数を獲得しているサイバートラックの納車をスタートする予定であることから、特に2024年にかけてテスラ全体の販売台数に大きく貢献することは間違いありません。ただし繰り返しとはなりますが、中国市場だけは今後さらに厳しい戦いが待っている可能性が高く、すでにバックオーダーがゼロであることによって生産ラインの稼働率を引き上げることができず、利益率を圧迫することでテスラ全体としては余力があるものの、マーケット的には好反応を示すことはないでしょうし、特にモデル3に関してはモデル3と同等クラスの先進性を兼ね備えながら EV 性能ではすでに凌駕する車種が中国製 EV セダンで複数登場、すでに複数の EV セダンが月間1万台オーバーの販売台数を達成してしまっていることから、すでに報道ベースで噂されているモデル3の大規模なモデルチェンジハイランドなどの商品のテコ入れが急務であることには変わりません。他方で BYD に関してはテスラよりもさらに伸びしろがあるわけで、特に大きいのが未だに4ヶ月程度という大量のバックオーダーを抱えているために、確かに現在は経済停滞による受注が減っているかもしれませんが、あくまでもバックオーダーをさばくだけで生産ラインをフルで稼働させることは可能。何よりも BYD についてはこの2023年中にもグローバル数十カ国に対して電気商社の販売をスタートすることから、中国国内に加えて海外マーケットに対する需要分を含めると、やはり2023年に関してもとにかく需要は全く問題なし、いかにして生産台数を伸ばすことができるのかという己との戦いとなる。いずれにしても中国最強の EV メーカーである BYD に関しては2023年中にもついにバッテリー EV の販売に関してもテスラを大きくリードし、世界最大の EV メーカーとして当初の目標でもあった年間400万台という極めてアグレッシブな目標に向けて邁進。ちなみにですが、この400万台という販売台数に近づくことができれば、なんと日本のトップ3の一角をなす日産の販売台数を電気自動車というカテゴリーだけで超える可能性すら出てきている。この恐ろしい成長スピードをより簡単にイメージすることもできるのではないでしょうか。いってらっしゃい。